3年以内にもう片方でも巨大地震が通過する確率が最大 96%、うん、もう半数以上の人は何もできてないんじゃないかと思って、命を守れる対策を何してんのっていうところを突き詰めていかなあかんっていうのを皆さん知ってほしい。はい、皆さんこんにちは、隊長です。今回は皆さんに緊急事態とも思わせるようなニュースが出たので、まずはこちらのニュースをご覧ください。南海トラフあるじゃないですか。南海トラフの東西どちらかでマグニチュード8以上の巨大地震が発生した後、うん、3年以内にもう片方でも巨大地震が増加する確率が最大 96% というニュースがあったんです、うんうん、はい。まず南海トラフってさ、南海と東南海とっていうなんかプレートがあるんだな、はい、その辺で起きる地震を南海トラフ地震とか、まあ、これが連動すると、うん、まあ、巨大南海トラフ地震とか言われて、まあ、それが100年から150年の周期で地震が発生してんねん、はい、けどそれが、今日本には来てないねん、その周期がまだ、うん、だから発生確率30年以内に 80% から90% っていうニュース見たことない？あります、あります。よく言ってますよね。もっとさらに言うと、南海トラフ地震が発生しました。じゃあもう一方で同じ規模、まあマグニチュード8ぐらいの大規模な人の命を奪う大地震が1週間以内に起こる確率が約3600倍にもなるって言われてる。3600倍。そう。だからもうかなり危険な状況が切迫しているっていうところをまずは皆さんに知ってほしいと。はい。で、僕気になったことあったんですけども、うん、災害への備えは十分ですか、うん、っていう質問を見たんですけど、うん、あまり備えていないが 35%、うん、一番多かったんですよ。じゃあ、アイムは実際にどうやって備えてんの？アイムってさ、はい、静岡県やんか。そうです。もうかなり南海トラフでも危険な、最大死者数もかなり出ると多く言われてんねん、はい、じゃあどうしてんの、アイムは。どうしてるのかというと、うん、まあ、実際これといった対策はできてない。できてない。だから結局 36% の人が何もしてないっていうのはアンケート上の答えてくれた人であって、実質俺はもう半数以上の人が何もできてないんじゃないかと思ってる。ああ、なるほど、うん、で、こういうニュースでよく皆さんが感じているのは、なんかしなあかんよな、そろそろ大地震が起きてもおかしくないよな、阪神淡路大震災近いし、この大震災で得た教訓を生かして自分の大切な人守らなあかんな、はい、こういうテレビとかニュースの報道ってかなりあるけど、じゃあ実際どうすんの？人の命が奪われる瞬間ってどこ？被災生活の時？いや違うやんか、はい、揺れてる時やんな、うん、南海トラフ地震が発生してる発災中、人の命って奪われるわけやんか、はい、何か挟まったりとか頭打ったりとか、はい、そっから72時間って言われてて、ゴールデンアワーっていうのが言われてて、その時に命を守れる対策を何してんのっていうところを突き詰めていかなあかんっていうのを皆さん知ってほしいポイント、うん、確かにニュースでこういう危ないですよっては聞きますけども、うん、じゃあこうしてくださいっていうのはあんまり印象に残ってないっていうのが現状。そう、残ってないし、見たことない人が多いんじゃないかなっていう、うん、これ実際どう対策、うん、まあ阪神淡路大震災でもう今1月17日近いということなんで、まあ阪神淡路大震災はやっぱり家屋の倒壊による圧死、うん、が何か挟まれた、それで亡くなられた方が多かったと、はい、じゃあまあその教訓を生かすためにどうしたらいい？その建物の崩壊を、うん、まあ圧死が多かったんで、うん、その倒れない場所に行くとか。そうやね、家屋の固定をするっていう、まず安全措置、ここができてますかっていうのを考えてくださいと、はい、まあ、このニュースからね。で、まず阪神淡路大震災の教訓は圧死、家屋の、例えば昔やったら重いタンスとかがあってんな、うん、その重いタンスって子供挟まれたらどうなる、身動き取られへんくなって、そのままクラッシュシンドロームってなって、そのまま亡くなってしまうと、はい、まあ、そういうのが阪神淡路大震災ではかなり被害者の数が多かったと、はい、で、じゃあ次にもっと他の被害ないんかっていうと通電火災ね、うん、じゃあ通電火災って何かっていうと、1月17日ってさ、寒いよな今。寒い。アイム今だってダウン着てんもんな。なんかダウン着ちゃってますけど。寒いですね。そう、その寒い中でさ、今家の中ってさ、ヒーターとかストーブとか使ってたよね。はいはいはい、うん、で、ヒーターなんか家使ってるやんか。使ってますもちろん。じゃあそのヒーターがさ、地震が発生して揺れました、はい、で、揺れてヒーター消えてて、だからアイムは彼女のことが心配になって、お父さんのことが心配になって避難所に行って、うん、大丈夫かなって、はい、妹のことが心配になってな、はい、行ったわけよ、はい、その時に
歩夢が、あ、お父さんも妹も大丈夫やったと思って家帰ってきたら、うん、通電火災で帰ってきたら家が燃えてたと。うん、まあこれが通電火災って言って、地震で消えてるように見えるけど一見、うん。それは停電しているだけで、別にヒーターの電源を切ったわけでもなく、ブレーカーが落ちたわけでもなく、うん、電気が再開した時に、もちろんヒーターの電源が入るわけやん。電気再開したら。そうですね。うん、で、その付近にある布団とか、タオルとか、衣服とかについて大炎上して犠牲になった方々が多かった。これが通電火災。じゃあ通電火災で命を守るために何が必要？その地震が起きた時に、うん、仮に僕が避難所に行くってなった時は、ね、ちゃんと確認してから行くと。そうやね。だからブレーカーを落としとかないとダメよね、うん。じゃあ、例えば Amazon とかで感震ブレーカーっていうのを検索すれば、地震が発生したら震度4とか震度5を感知すれば勝手にブレーカーが落ちるっていうのが、まあ1000円、2000円、3000円とかで売ってるわけよ。そうなんですね。うん、じゃあそれをつけとこう。これも南海トラフ地震から命を守るための対策の一つになってくるね。はい。だからこれはまず二つ。阪神淡路大震災の大きな教訓。家具の固定と通電火災の対策。はい、感震ブレーカーでの通電防止。はい。じゃあ次、東日本大震災とか、新潟中越地震とか、まあこっちを次フォーカス当てていくと、はい、南海トラフ巨大地震と東日本大震災っていうのは、海溝型の地震と言われてて、まああの、津波ってイメージない？あります。けど阪神淡路大震災に津波のイメージないやんか。確かにそうですね。そう、阪神淡路大震災は首都直下型の地震で、今東京とか関東圏内の首都直下型っていうのも南海トラフと同じように発生確率が30年以内に 70% から 80% ぐらいで、かなり危険な活断層ですって言われてるんだ。なるほど。そうだから南海トラフとか東日本大震災っていうのは大津波っていうのも危険要因のうちの一つ。映像とか YouTube で見ると本当にもう全部飲み込まれてますよね。そうやね。だからほんじゃ次、南海トラフの津波からどうやって守るのっていう、そんな防災グッズとか家具の固定とかしても意味ないやんと思う人多いやんな。こんなん準備しようないと思わへん？思います。なあ、はい、ちゃうん。一番重要なのは津波指定避難ビルがどこかっていうのを把握すること、うん、高台とかっていうのはどこにあるかっていうのを把握すること、はい、頑丈な建物、例えばコンクリート造で作られた商業施設とかイオンモールとかショッピングモールとかね、そういったところは近くにどこなのか、これをどういったルートで行くのかっていうところを考えるっていうのが津波から命を守る一番重要な対策になってくる。なるほど。それ確認するときとかってどうやって確認すればいいんですか？うん、例えばハザードマップとか自分の住んでる、市区町村が発行している防災マップっていうところで書いてたりするから、うん、それを必ず見てほしいなっていうのが対策の3つ目やね。ありがとうございます。はい。じゃあ次、新潟中越地震ちょっと戻るけどね、とか熊本地震とかもちろんそうやねんけど、はい、次何を学ばなあかんのかっていうと、避難所生活の準備はできてますかっていうところ。そう、震災関連死っていう言葉が出てきて、はい、例えば冬場で今からさ、体育館に歩む3日間寝泊まりしてって言ったらどう？僕今準備できてない状態なんで、うん、食べ物とか危ないです。食べ物ないし、体育館めちゃくちゃ冷たくない？あ、寒いですね。めちゃくちゃ寒いよな。だから低体温症になったりとか、高血圧とかストレスとか、まあ震災関連死っていうのは、まあ二次障害、二次的被害って言われてて、あの若い人とか特に見落としがちな対策。うん、で、高齢者の方が被害に遭いやすい最も怖い要因のうちの一つ、うん。じゃあ、この震災関連死をなくすためには何が必要なのかっていうと、避難所で生活するためのものが準備できてるのか。はい、うん、もちろん、家がまだ住める状況なら無理に避難所行かんでいい。なんなら行かん方がいい。それはその避難してくださいっていう警報の敷地内というか、うん、そう、防災無線が来てももし揺れて避難所に行く人っていうのは在宅避難がベースやねんけど、家の中で避難するっていうのが本来ベースやねんけど、生活できひん家っていっぱいあるわけやんか。例えば倒壊したとか、うん、はい、日々が入ってるとか、今にも崩れそうとかな、うん、もう足の踏み場もないと危険な、そんなん子供、赤ちゃんおるのに、子供もおるのに育てられる？無理ですか。そういう人は避難所に行ってくださいと。たださ、皿が落ちただけとかさ、テレビボードからテレビが落ちてるとか、はい、それだけであったら住めるよな。別に住めますね。ベッドで寝る方が良くない？そっちの方が震災関連死の死亡率っていうのは下げることができるって言われてる。避難所に行かない方がむしろ、うん、その自分自身も行きやすいし、そう、食べ物的にも、うん、結構他の方にも迷惑かけないって感じなんですか？そうだね。ストレスが緩和されるっていうのが一番のポイントになってくるのかな。当たり前に、あいむ今の家でさ、3日間寝泊まりするのと体育館で寝泊まりして知らん人のさ、一緒に生活するのどっちがいい？
全然自分ちやんか。あゆみなんかメンタルめちゃくちゃセンシティブやねんからさ、めちゃくちゃ弱いねんからさ、そうやろ。そうですね。横めちゃくちゃ怖いおっちゃんとかがさ、ガーっていびきかいて寝てたら寝れる？無理です。あゆみ絶対無理やんか。絶対無理です。あゆみの話聞いてたらそう思うねんな、俺。はい。けどそういう人とかは無理に避難所行って寝泊まりしないといけないっていうことは違うよって。在宅で避難できる。アイムって今、マンションの13階建ての13階部分に住んでるやんか。はい。で、そこってさ、津波の危険な場所？津波って、そんな13階も来る？いや、さすがに来ないと思う。な、都内、都会やったら、来おへんわけやんか。うん、じゃあそこで、洗濯機も倒れてるわ、はい。テレビも倒れてるわ。デスクに置いてた本も散らかってるわ。はい。お皿とか入れてたところも蓋開いて、お皿も割れてるわ。はい。避難所行かなあかんと思う？それは思います。思うんやろ、はい、けど、実際はいかんねん。そこで住める状況があるなら、在宅避難でしょった方がおすすめするかなと。実際防災無線、うん、地区内に入った時は行かなきゃいけないと思ってましたね、僕自身。うん、うん。初めて知りました。まあ、家で住めない状況になってる人たちは行かないと、避難所も実際数足りてるかってなったら足りてないからな。みんなが行くと、やっぱりコロナの発生、集団の感染もリスクやしな、はい。ほんまに必要な人たちが、ここの避難所いっぱいですって言われて、断られてしまって、うん、そのまま行き場を失って、そのまま震災関連死で亡くなる方もいてると思う。なるほど。極力は、ベースとしては在宅避難。ただ木造の家とか、地区が古いところの人たちは、絶対に避難所に行ってほしい、ね。だからそこは自分の今の住宅環境、世帯環境、それを考慮して最終的に判断してほしい。これは地震が発生してからそんな時に判断なんかできん。じゃあ、いつすんねんって言うと今やな。はい。だからこういうニュースを見た時に、こういった4つの対策っていうのが命を守るための対策につながってくるから覚えておいてください。はい。ありがとうございます。はい。だから今回一番伝えたかったのは、こういったニュースを見て、やばいよねって言って、トイレットペーパー大量に買おうとか、水を大量に買っとけとか、そういうことをするんじゃなくて、まず命を守る対策をする。これが何やっていうところを過去の大規模災害の教訓を生かして自分ちならどうするかっていうのを話し合ったり対策を一つ一つクリアしていくっていうところがポイントなので、皆さんは絶対にするようにしてください。はい。僕もちゃんと準備するようにします。はい。ということで今回の動画が良かったと思う方はいいね、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。助かる命を。助けるために。